東京の豊洲新市場の地下水から環境基準をわずかに上回るベンゼンと火元が検出されたことが、東京都の調査でわかりました。東京都が豊洲新市場の201箇所で行っている地下水の調査の結果、聖火塔がある五大区周辺の2箇所で環境基準をわずかに上回るベンゼンが検出されました。また、1箇所でも環境基準を上回る火元が検出されました。いずれも先月末に採取された水から検出されたということですが、都のモニタリング調査で環境基準を上回る結果が出たのは初めてです。都は今後、専門家会議などで検証するとしています。29日17、4。